アブドゥル・カディール・カーンアブドゥル・カディール・カーンは、パキスタンの技術者である。カディールは、カディーや、カーディル、ゴディーやなど数通りの英語表記がある。1970年代以降、核技術の地下ネットワークの構築に力を注ぎ、1998年には、パキスタンの原爆実験を成功させたことから、パキスタンの核開発の父と呼ばれる。イラン・リビア、北朝鮮などに、 核兵器の製造技術を密売し、核拡散を進めた。カーンが構築した地下核ネットワークの全貌は明らかでなく、パキスタン政府の関与が疑われるが、パキスタン政府は関与を否定する。1936年、イギリス帝国植民地下のインド中部の都市ボーパールで生まれる。1952年、独立したパキスタンに移住する。大学では、 金属工学を学び、卒業後はヨーロッパに渡り、1970年オランダのウラン、濃縮機器を製造するウレンコ社に就職する。ここで濃縮技術を身につけ、また濃縮機器の部品を発注できる世界中の拠点リストを作った。1976年、パキスタンに帰国して核開発の責任者となり、1998年、 核実験に成功する。2004年2月4日、パキスタンのテレビ局、PTV の番組に出演し、国際的な地下核ネットワークの構築に関与したことを認めた。その翌日、パルベーズ・ムシャラフ大統領の恩赦を受けたが、それ以降自宅に軟禁される。2006年、カラーチーの病院で前立腺がんの手術を受け、成功する。 パキスタンのイスラマパード交際は2009年2月6日、核開発の父として知られる博士の自宅軟禁を解除する決定を下した。軟禁解除に伴い、カーン博士は自宅で報道陣の取材に応じ、軟禁が解かれたのは、アースイフ、アリー・ザルダーリー大統領、ユース・フラザー・ギーラーニー首相、そして、本県の最高を首相に進言してくれた。 ラフマン・マーリック内相のおかげだと述べ、3人への謝意を示した。カーン博士は、核兵器の設計図と、遠心分離機やウランを提供したと触れている、パキスタンの最大の友好国である、中華人民共和国だけでなく、日本との関係についても、積極的に発言しており、1984年に、日本を訪れ、いくつか重要な部品を注文したと共同通信に、 対して、証言、核製造に必要な部品を日本企業から入手していたことを告白した。77年にも訪日し、核兵器原料の高濃縮ウランを製造する、濃縮施設向けの電力供給装置を購入したとも、語り、カーン博士が日本で核開発用の部品や設備を調達していたことが判明している。パキスタンは十五年までに高濃縮ウランなどの 製造に成功、核実験ができる状態になったとされる。博士は重要な部品が具体的に何かは明かさなかったが、核開発技術確立の最終段階で日本の企業が支援していた疑いも出てきている。証言によると、博士は77年の法日時に過去に米国や欧州の企業から販売を断られた無停電電源装置を日本企業から調達した。 停電時に8メガワットの出力を誇る UPS は、切れ目なく一定の電力供給を受ける必要がある濃縮施設向けだった。博士はこの企業から原子力施設で稼働中の UPS の見学にも誘われたと指摘し、核開発に使うことに気づいていたと思うと、日本企業が核保有支援の実態をほのめかすような発言を行い、84年には、 複数の日本の大企業を訪問し、核開発に必要な部品を入手した。うち一社の担当者は、第二次大戦中に、ドイツに駐在していた元海軍部官で、ドイツ語流暢に話したという。また、核開発の原材料の一つである、特殊磁石など、核開発に必要な資機材が、複数の日本企業から大量に輸出されていたことを、証言しており、取引に携わった。 日本側関係者も80年代に少なくとも6000個もの特殊磁石を輸出したと明言。日本の一流メーカーがパキスタンの核開発に結果的に協力し、資機材供給体制に組み込まれていた実態が初めて判明しており、特殊磁石はリングマグネットと呼ばれ、原爆原料の高濃縮ウランを生産する遠心分離器の回転部分を支える部品として使われる。 各関連研究に使用可能な電子顕微鏡も他のトップメーカーが輸出しており、博士は日本は非常に重要な輸入元だったと強調した。ありがとうございます。